吉田さんに行きましょう。目を開けて主の栄光を見よう。
Thank you.
アラビアでの幸せさが暑い一日になりそうですけれど、私たちの健康を伝えてください。あなたの名前に私たちを集めてください。共に礼拝できることをあなたの前に全てを捧げ、礼と誠を持ってあなたを礼拝します。私たちの一週間の歩みを祝福してくださいます。イエス様の皆で感謝してお願いいたします。アーメン。我が神主よ、いさせたまえ、偉大なるその計画、天が開き光が落ち、主よの上にとどまる。天地の大いに喜びの歌を響かせ、その声援は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。Thank you.
エコアジャスシュガスソロミナー輝くエコトチカシュガスキリストイテンパI'm not afraid of the dark.
思います。守られたことの感謝、また神様の前に悔い改め、イエスの血潮で洗っていただいて生きる石を鍛え、主の御霊に満たされて礼拝できるようにしばらく一緒になりたいと思います。くださいまして、一緒に一心情の賛美を持って一緒に近づいていきたいと思います。一緒に賛美しましょう。天地の作り主神を褒め称え、天地の作り主神を信じています。一人の我が主よ、イエスキリストを命と恵みで私たちのこの時を生かしてくださいますように心からお願いいたします。心から感謝いたします。今週の私たちの1週間の歩みを導いてくださいますように、愛するイエス様の皆で感謝して賛美してお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。今日も一緒に礼拝できることを心から感謝したいと思います。アシュリーさんにとってはですね、日本に来られて1週間ですね、どのような歩みだったでしょうかね。まあ、一番暑い頃に来られて、だんだん今涼しくなって、また暑くなると思いますけどね。
17日間日本ではですね、国政の、まあ、国の、政治の、参議院議員ですけどねの選挙がありまして、今日が投票日なんですね。17日間のね長い戦いを、して、まあ、アメリカだったらですね、まあ、大統領選挙なんてねもう大騒ぎですよね。もう半年1年、まあ、日本もですね選挙でね熱い2週間だったと思います。まあ、どのような人が選ばれたとしても、まあ、神様はですね、その人を使って神の御心を行ってくださると、そう信じます。日本ではクリスチャンの議員がですね 5,6 人ぐらい、今回立候補してるんですけど、まあできればクリスチャンが当選してほしいんですけれど、まあ、クリスチャンであればいいというわけでもないですからね。まあ、神様はそれをご存知で政治を導いてください、この国を導いてください、またこの国の未来を導いてくださるように共に祈っていきたいと思います。もちろんアメリカのためにも祈っていきましょうね。アジア諸国、韓国、北朝鮮、中国、台湾、その他のアジア諸国のためにも共に祈っていきたいと思います。今日のメッセージはですね、叱責の真意は何か。叱責っていうのはですね、叱るっていうことなんですね。神様は時に叱られる方。イエス様も叱られましたね。縄で鞭を作って宮の中に入っていって宮清めをされました。私のこの神殿は父の家である、祈りの家であるべきだ、それなのに強盗の巣にしている。そう言ってイエス様はですね、そこにいる、両替人たちを追い出して、そして神様の御心をそこで語られました。使徒パウロもですね、時々教会に人々をですね、叱りつけられるようなことがありました。神様はですね、何のために叱られるんでしょうか。皆さんがですね、叱られるときにそれをどう受け止めたらいいんでしょうか。神様は愛なんですね。愛ですから、私たちにとっていつでも叱る言葉も愛である。まあ、そのことを覚えてですね、今日はご一緒に叱責の真意は何かということを共に学んでいきたいと思います。聖書をお読みしたいと思います。コリント人の手紙第1、5章1節から13節です。ちょっと長いですけれど、この聖書の箇所をですね、早口で読みたいと思います。主語の中に言葉が入ってますね。1節、あなた方の間に不貧乏があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧乏で、死の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方はここに語っています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをした者を主イエスの名によって常に裁きました。あなた方が集まった時にも、私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能を持ってこのようなものをサタンに手渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないものと書きました。それは世の中の不貧困なもの、貪欲なもの、略奪するもの、偶像を礼拝するものと全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧乏なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものと付き合ってはいけない。
一緒に食事もしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは外部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。聖書は以上です。時々私のこの礼拝メッセージの時間は30分ですので、聖書朗読を省くことがありますけど、イエス様はですね、必ず、説教されるとき聖書を引用し、そしてご自分のメッセージをされています。大切なのは聖書の言葉なんですね。聖書の言葉が残ったならば、そのメッセージは良いメッセージだったということができます。そういうふうなメッセージになるようにと祈っています。まず第一番目、叱責の本当の意味は何かということですね。それはその人を排除して、そういう悪い人を教会から追い出すことが目的ではありません。その人が悔い改めて、そして回復することを願っています。これは後ほど話しますけれど、5つのリストがあったんですね。5つのリスト、まず第1番目、不貧困なもの。不貧困というのは、不適切な性関係を持つということです。クリスチャンになる前ならばともかく、クリスチャンになった後でもそれが罪だと分かっていてそれを続けている、そういう若い男女がいることになります。でも聖書はそれらに対して神の裁きが下る、そう語っています。2番目、貪欲なもの。貪欲って何でしょうかね。どこまでがいい欲で、どこまでが悪い欲なんでしょうか。私たちの食欲だとかですね、いろいろ必要な欲があります。具体的に言うとですね、神様よりも大切なものを持つことは貪欲です。それがお金であろうと、それが大切な人であろうと、妻であろうと、また、教会の牧師先生、あるいはアイドル、自分にとって大切な人であろうとも、神様よりも大切に思ってしまったらそれは貪欲です。私たちにとってそういう偶像礼拝、貪欲というものをもし気づいたら、それを捨ててしまうべきです。3番目、人をそしる。それはですね、バカだとか、お前はダメなやつだとか、能なしというようなことです。イエス様は人をそしると、その人はゲヘナに投げ込まれるべきだと、そういうふうに語られました。皆さん、人をそしる、人をバカという、そのことをしてはいけないんだ。私たちがもしそれを言われたとしたらですね、辛いですね。人からバカだと言われたり、蔑まれたり、傷つけます。イエス様は人が傷ついてほしくない、そういう意味で人をそしることに対して禁止されました。4番目、酒に酔う。だから酒を飲んでいけないわけではありません。皆さんの中でもしかしたら酒を飲む人もいると思いますけど、それはですね、酔ってしまってはいけない、もうベロンベロンになってしまってはいけない。酒に酔っ払うとですね、人を愛せない状態になっちゃうんですね。人に対して失礼な振る舞いをしたり、また配慮はできなくなって、もう分かんなくなってしまう。愛じゃないので酒に酔うことを聖書は禁止しました。でも飲むことは禁止してないので、その辺も受け止めていくべきですね。5番目、略奪するもの。略奪っていうのは人のものを奪い取るということなんですね。もちろん泥棒はいけませんけど、人の時間を奪ったり、もう相手のところに電話をかけまくったりですね、相手の時間を取ってしまう。あるいはですね、人を利用する。人を利用するっていうのは、人の行為を奪い取ってしまう。
私たちはどうぞ人のものを取らない、むしろ人に与えていく、そういう人でありたいですね。どうぞこの5つのリストは私たちに罪であるということを明確に教えてくれるものです。他にももちろんありますけれど、これを大切にしていきたいものです。2番目、この5つのリストを持ってパウロはコリントの教会に対して叱責しました。でも先ほども言いましたけど、この叱責、叱ったというのは相手を排除して教会来るな、お前みたいな奴は教会から締め出すぞっていうのではなくて、悔い改めて、そして立ち返ってほしい、回復してほしい、そういうことを願っていたんですね。まあ、パウロはこう言ってますね。そのようなものと付き合ってはいけない、一緒に食事をしてはいけない。でもだからどうぞ、教会っていうのはですね、広いクラブを作る、そういう場所ではありません。もう真面目でいい人だけが来る、そうじゃないの。どんな人でも来なさい、イエス様はそのように招いておられます。でもそのような中で罪を犯し続ける人にはまず一対一で責めるんですね。一対一で、それは罪だと思うけれど悔い改めようよ、いきなりですね、みんなの前で言ってしまうんじゃない、その人と二人になってその罪を指摘する。こっそり言われたらですね、そう、ありがとう、じゃあ悔い改めるよ、素直に言いやすいんですね。ところが人の前でですね、バーッとこうね、公に言われてしまうとね、何かこう面目が潰れて、プライドが傷ついて、素直に悔い改められないことがあります。私たちはまず一対一で叱責する。罪があったらですよ、2番目には長老とか牧師と2、3人でその人のところへ行く。それでも聞いてくれなかったら教会全体に言って、最後はどうしたらいいか、異邦人のように扱いなさいって言ってるんですね。異邦人というのは何かというと、それは追い出してしまうというんじゃなくて、求道者扱いです。クリスチャンになる前の状態のように、わからないから、じゃあもう一度初歩から一から教えましょう。皆さん、この異邦人のように扱うっていうのが、その人を冷たく排除してしまうというのではなくて、どうぞ温かい気持ちでその人が回復することをひたすら願う、そのような心を持っていきたいものです。イエス・キリストはイスカリオテのユダに対して最後まで回復を願いました。彼はですね、信頼されてましたけれど、イエス様の愛を裏切っていました。心を閉ざしていました。そしてお金を盗んでいました。ちょっとずつ盗んでたんですね。なんでちょっとずつ盗んだと思いますか？いっぱい盗むと分かってバレてしまうから、ちょっとずつ取ると分からないですよね。そして信じてなかったイエス様、でもイエス様は最後までイスカリオテの枝は裏切り者だ、公に言ってないんです。こっそり言ってるんです。私と一緒に今箸を入れた者が私を裏切るとかですね、もうユダよ、悔い改めよ、今なら間に合うよ、私は許すよ、徹底してユダに対して愛を向けられました。でもユダはそのイエス様の愛を最後まで拒絶しました。皆さん、このイエス様の姿を見ても、イエス様は人を許し、回復して帰ってくる、悔い改めることを願っている、そういうお方であることを私たちは知ることができます。皆さん、今日もイエス様は私たちを愛しています。イエス様は愛だけのお方です。この方の前に私たちは進んでいきましょう。私のもとへ来なさい、イエス様は私たちをそのように招いておられます。第3番目、叱責はですね、教会を立て上げるための
指導だったんですね。皆さん、教会を立て上げるっていうのはですね、ただ単に説教していれば教会が立つわけじゃありません。皆さん、教会っていうのはですね、建物ではないんですね。立派な街道がある、看板がついてる、何々教会。でも聖書的に言うと、それは教会堂です。教会の建物です。教会というのは私たち一人一人です。イエス様を信じたクリスチャン一人一人が集まった、それが教会です。皆さん、神様はですね、今日私たち一人一人が自分の罪をまず認めること、あの5つのリストを見てね、他の人のこと言っちゃダメなんです。ああ、あの人のこと言ってんな、この人だな、私の親だな、子供だな、じゃなくて、まず私に向けて、あ、私には罪がある、罪を認めることです。私の中で罪を認めたら、今度はイエス様の十字架を見上げることです。イエス様の十字架は私の罪のために両手両足釘打たれ、その体を裂き血を流してくれました。イエス様の十字架を見上げたならば、そこに許しがあります。皆さん、どうぞイエス様の十字架を見上げてください。そこには悪魔悪霊を打ち破ったイエス様がいます。今日私たちの中からイエス様を見上げた悪魔悪霊は出ていきます。そしてイエス様から聖霊が私たちの中に流れ込んでいきます。聖霊を受けましょう。またイエス様を見上げてください。このお方の打たれた傷により病が癒されています。今日心や体に病があったら、このイエス様の十字架を見上げたら癒される、知ってますか。モーセに逆らったイスラエルの民がいました。その時にですね、神様は怒ったんですね。イスラエルを怒って毒蛇を送りました。毒蛇が噛みました。イスラエルの体に、イスラエルの民の一人一人に毒蛇が回ってきました。次々に倒れて、次々に死んでいきました。その時に神様はモーセに言いました。旗竿にその青銅の蛇をかけなさい。そしてそれを見なさい。見たら癒されるって言ったんですね。皆さん、見たものは癒されたんです。皆さん、今日も同じです。十字架の上に呪われてかけられたイエスを見上げるだけで癒されるんです。心も体も。皆さん、今日イエス様を見上げて癒しを受けましょう。彼を仰ぎ見て救われましょう。またイエス様の十字架を見上げてください。この十字架はちょっと縦が長いけれど、プラスの形をしています。どのようなマイナス、どのような問題、苦しみがあったとしても、このイエス様の十字架を見上げたら、それはプラスに変わるんです。マイナスの状況の中にイエス様を受け入れたら、プラスに変わります。苦しみの心の中にイエス様を受け入れたら、喜びに変わります。皆さん、どうぞイエス様の十字架を見上げてください。そこには私たちの問題の解決と祝福があります。またイエス様の十字架を見上げてください。そこには永遠の命と天国があります。今どんなに苦しく疲れていても、この十字架を見上げたら、そこは天国です。そしてここが天国になります。私の心が天国になります。この教会が天国になります。皆さん、私たちは小さな天国です。だから私たちがどこかへ行ったら、天国がそこへ行くことになるんです。学校へ行ったらですね、学校に天国が行きます。職場に行ったら、職場に天国が行きます。だから天国がそうやって広がっていくんです。私たちは天国です。一緒に言ってください。私は天国です。はい、私は天国です。アメン。天国の王様はイエス様です。イエス様が私たちを支配しておられます。そして私たちイエス様を見上げたら、今度はですね、悔い改めることです。イエス様、許してください。
悔い改めは何でしょうか。考え方を変えるってことです。向きを変えるってことです。皆さん、今日イエス様を見上げたのか、十字架を見たのか、世の中を捨てて、罪を捨てて、イエス様で心を満たしてください。これが悔い改めです。そしてイエス様で心が満たされたら、今度はですね、そこに喜びが溢れます。許しがあります。で、私たちはですね、罪人だったのに許されたんです、イエス様に。そしたら高ぶることできませんよね。罪人だったのにイエス様の十字架で許された。そしたらですね、私が許されたように今度は人を許していく、イエス様の十字架で愛していく。皆さん、そのようにして教会というのは立っていくんです。自分が許されたようにお互い許し合って、受け入れ合って、その愛が接着剤となって、愛が釘となって、私たち一人一人が建物として、私たち一人一人が教会として立て上がっていくんです。皆さん、なぜ叱られたんでしょうか。私たちは叱られなければ自分の罪がわからないんです。自分は立派で正しいと思ってしまうんです。自分は長年教会に通っている、こういう立場だ、こういうことをしてきた、そういうことですぐに自分を正しい、そう思ってですね、人を見下げてしまうんですね。でも私たちは罪がある、許されている、だから自分が許されたように人を許していこう、許していく、愛していく。皆さん、これが教会を結びつけるものなんです。皆さん、そのようにして教会は立て上がっていきます。でも皆さん、どうしても私たちがお互いに愛せない、許せないというのも、5つのリスト、不貧乏、貪欲、人をそしる、酒に酔う、略奪するいうことを聞いて悔い改めてくれない人の場合は、その人はですね、先ほども言いましたけれど、求道者の扱いをし、もうどうしようも教会を壊してしまう場合はですね、除外するということもある。パウロはですね、そういう人と付き合わない、食事もしてはいけないと言われました。でも皆さん、これは最後の最後です。皆さん、夫婦がね、うまくいかなくても離婚っていうのは最後の最後なんです。どうしようもない時です。教会も同じです。どうしようもない時、最後の最後、そのようになる場合があります。でも先ほども話しましたけれど、イエス様がユダを最後の最後まで手を差し伸べて悔い改め、回復することを願ったように愛を示し続けていく。皆さん、そのような中で教会というのは立て上げられていくのです。だから教会が立て上げるためにパウロは叱責したんです。私たちにお互いそういうことが必要な時があるだろうと思います。じゃあ最後にですね、4番目、聖書を生きるとはどういうことかということについて最後にお話したいと思います。聖書を生きるというのは、互いに愛し合う、ラブ・イン・チ・アザ、互いに愛し合う、そこに生きるということ。皆さん、夫婦というのは愛し合って一生涯人間関係を続けていくんですね。今日初めて来られた、姉妹も、またアシュリーさんもですね、まだ独身ですね、これから結婚します。よく選んでくださいね。結婚する前はね、両目を開いてよーく相手を見てください、ね、ポーッとしちゃってね、目をつぶっちゃうんですね。もうこの人だったら一生、結婚さえすれば全てが幸せになる、そんなことありません。よーく相手を見て、そして結婚したら目を閉じてください。どういうことかというとね、結婚する前はね、相手が大丈夫かどうかちゃんとチェックしますけど、結構反対なんですね。結婚する前はポーッとして目をつぶっちゃうんだけどね、結婚した途端目が開いて、あ、この人は大変だ、酒も飲むし、なんか仕事もあんまりしないし、いや、暴力も来る、とんでもない、皆さん、それは結婚前にちゃんと調べて
結婚したら目をつぶるっていうのはね、結婚した後に問題が見つかってもそれで裁くんではなくて受け入れていく。で、受け入れていくときにですね、夫婦問題で大切なのはね、感情を受け入れるってことなんですね。感情、大体ね、人間関係っていうのは感情なんですよ。正しいか正しくないかで成り立っていません。まあ大体ですね、男の人っていうのはね、話を聞かないんですね、夫婦で。私はどうか分かりませんけど、妻はね、大体感情を話してきます。で、男の人は大体、正しいこと言うんですね。まあそれはこうしたらいいよ。でも女性はですね、感情を聞いてほしい。これでこうなのよ、こうなのよ。でもその感情をしっかりと耳を傾けて共感して、そして辛かったね、その感情を受け入れてもらうときに心がですね、落ち着いて、そして良い関係を持つことができるんですね。だからそれは夫婦ばかりじゃありません。お互いにどうぞ感情を受け入れ合って聞いてあげる。そして大体それでね、解決するものなんですよ。もうものすごい喧嘩してる社員の中に仲裁に入ることがあります。でも大体それはですね、正しいか正しくないかというよりもお互いに感情の問題で相手に腹を立てています。どうぞ愛するということの中に相手の感情に耳を傾ける、受け入れるということも大切なことです。5つのリストを挙げましたね、先ほど。不貧困、貪欲、人を阻止る、酒に酔う、略奪。夫婦関係の中でこういうものがある場合はですね、特に不倫とか浮気、これは夫婦関係を壊してしまいますね。その他にも相手が嫌がることをお互いにやっぱりしないこと、そのようなことで一生涯夫婦というのは人間関係を保っていくんですね。一生涯ですよ。もう一つ、教会も一生涯なんです。まあお客さんとしてね、アシュリーさんなんかはね、一時的に来られました。でも、どこかの地方の教会でしっかり根を下ろして一生涯信仰を育て合っていく、皆さんそれが教会です。教会というのはあちらこちらに点々として、東京にはそういう人があまりにも多いんです。教会がいっぱいあるからです。地方へ行くと教会がないんですね。だから仕方ないから。でもなぜ一つの教会で、それは家族だからですよ。皆さん、家族っていうのは同じ家に帰ってきますよね。同じように日曜日同じ教会に帰ってくる。で、愛し合うっていうのはずっと付き合って、お互いを受け入れ合って、お互いを知って、お互いを愛し合っていく。大体教会他に行ってしまうとですね、愛し合う前に他に行ってしまう、喧嘩する前に他に行ってしまう、嫌なことがあるとあっち行ってしまう、もっといいとこがあるんじゃないか。皆さん、夫婦の話もそうですけど、教会は家族です。皆さん、出会いっていうのは無制限であるわけじゃありません。若いとね、いくらでも出会いがあるように思いますけどね、でも若いうちはいろんなあの人にしよう、この人にしよう。でも年を取って50、60になってね、なかなか結婚相手が見つかりません。教会もそうです。私たちは良い関係を持っていく、愛し合っていく、その中で教会が立て上げられ、お互い全部知った上でお互い許し合い、愛し合っていく、全部が分かり合っている。皆さん、そういう家族なんです。教会というのは一生涯続いていく関係なんです。私たちはそのようにして教会を立て上げ、そして教会が家族となり、教会が支え合っていく。でも教会が壊れないように、家庭が壊れないように、パウロは叱責しました。皆さん、時に私たちは叱責し合って、本当の意味で良い関係、愛の関係を持っていけるように、私たちは今日悔い改め、共に祈っていきましょう。そして良い教会を立て上げていきましょう。良い家庭を、これからの人は良い結婚をしてですね、良い家庭を、
良い教会を立て上げていくことができるように一言お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。今日私たちは良い教会、良い家庭を、愛の共同体を立て上げていくためにパウロの教えられた実績を学びました。一緒に神様、悔い改め神に近づいていきますように。皆さんご一緒にしばらくお祈りをしたいと思います。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの素晴らしい名をあがめます。今日もあなたは私たちを愛してください。愛だけの方です。私たちの心の中にあるマグマのような、名前のような思い、その苦しみ、イエス様はその背後にある感情を理解し、分かってくれ、そしてその心を癒してくださいます。どうぞ神様の前にお一人お一人が感情を注ぎ出し、思いを注ぎ出し、イエス様からの癒しを、その疲れを、その重荷を喜びに変えていただいて、そして私たちが互いに家族として教会を立て上げていく、共同体となっていくことができるよ。天のお父様、教会が共同体となっていくことができるよ。家族となっていくことができるよ。神様、今日休んでいる方もいらっしゃいます。また、入院している佐々木さんの上に覚えてください。また、恵子さん、福田さんのご一家を覚えてくださいますよ。天のお父様、八代家を覚えてください。あつこさん覚えてください。田原さんとか最近来られてない方々、高原さん覚えてください。藤沼君覚えてください。天のお父様、皆さんを神様、あなたは愛によって接着し、愛によって教会を立て上げようとしております。天のお父様、全てのクリスチャンはイエス様を中心とした家族であることを感謝します。しかし人類みんな兄弟ですけど、やっぱり結婚をし、またそれぞれの家庭を持ち、それぞれの地方教会を持ち、またその教会の中で健全な愛を育んでいくように、お一人お一人、私たちどうぞ一生懸命続いていく関係でありますよ。また家庭を祝福してくださいまし、職場を祝福してくださいまし、私たちの持っている人間関係を祝福し、その関係が全て教会となっていくことができるから、職場のいる人たちがみんな教会となっていくことができる、学校のみんなが教会となっていくことができる、家族が全部救われますよ。主へそう信じてください。そうすればあなたの家族も救われるであろう。天の父さん、ありがとうございます。感謝します。今日私たちの心の中にある間違った考え、偽り、不信仰を追い出してください。真理の言葉で私たちの心を、思いを満たしてくださいますよ。今日私たちの思いの中から悪魔悪霊を追い出してください。聖霊様だけで満たされるように、偶像が追い出され、神様の愛で満たされるように、天のお父様、お一人お一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。汚れ、また罪深い私たちをありのままで愛し、受け入れてくださったイエス様の十字架に心から感謝し、賛美し、礼拝いたします。お捧げ物いたします。神様、どうぞこれは私たちの礼拝と捧げ物を祝し、お受け入れくださいますようにお願いします。第23回参議院議員選挙、神様、今日投開票日です。神様、どうぞ良き新議員が選ばれますように、神様、今の政権が、このねじれが、解決するだろうと思いますけれども、どうぞ神様、憲法改正の問題において96条が変えられようとしていますけど、神様の御心がそこに働きますように、神様、どうぞこの国の未来を祝福し、守ってくださいますように、政治の上、また日本の諸教会の上、日本人すべての人々の上、日本の経済の上、神様、お払いください。被災地復興のために、神様、また苦しんでいる方々、外国籍の方々、また、ホームレスや、心病んでいる人たち、神様、あなたの愛の中で住んでくださいますように、私たちがこのイエス様の愛を持ってこの日本を救っていくべく、今日聖霊に満たされ、私たちを使わせてください。イエス様の皆で感謝してお願いいたします。アメン。一緒に神様に感謝の拍手を捧げたいと思います。お祈りに応えてくださるイエス様、ありがとうございます。一
緒に皆さん立ち上がって、聖歌430番賛美したいと思います。汚れと恥と、そして、捧げ物をしますと、封筒に入れてくださいこの前の募金箱に一緒に捧げましょう。汚れと恥と二人に落ちる終わせるこの身を修羅に出し優しき恵みを
ただいまから主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行いたいと思います。イエスキリストは十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の御苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ尽くし共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。私たちの主イエスは十字架にかかられる前夜、パンを取り感謝してこれを裂き、これをやりました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。一緒に感謝を持っていただきましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げた後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。感謝を持って一緒に心の持ちにキリストを味わいたいと思います。いただきましょう。お祈りしたいと思います。恵み深い天の父なる神よ、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に伝えます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエスの名で感謝して祈ります。アーメン。歌い起こして、御使いを伏して主を賢い
その間今あなたを継ぐ打たれた傷も癒されるその その一人をくださったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちが天国に入って永遠に幸せなイエス様を礼拝する、永遠の楽園、永遠の許されるの、私たちが入っていくその祝福も感謝ですが、今この瞬間抱えている問題に対してもイエス様は悪霊を追い出し、病を癒し、目の見えないものを開かれるお方、また全ての問題を解決し、苦しみを解決してくださるお方として、目に見えませんけどここにおられることを感謝いたします。聖霊なる神様、今触れてくださる一人一人の問題、罪、またあらゆる領域、魂の領域に聖霊様取り扱い、聖霊様触れてくださり、解決を与えてください。罪や不信仰を取り除いてください。また、イエスの血潮によって私たちを清めてください。また、お一人お一人の中から悪の悪霊が出ていくように、流れのイエスの身の剣を持って、不信仰や、また、汚れた全ての悪の力を、今、縛ります。イエスの名前で今出て行け。イエスの皆によって今出て行け。兄弟姉妹の中から今出ていくように命じる。天のお父様、イエス様の十字架を通して聖霊を注いでください。病の癒しを与えてください。解決を与えてください。人間関係、また経済の領域に、またあらゆる、諸問題に対して神様、あなたが十字架を通して働いてください。私たちの全ての領域に、私たちの霊、魂、肉体、また現実の全ての領域、生活のただ中にイエス様、今お働きください。今お参りください。今あなたが解決を与えてくださいますように。天のお父様、ありがとうございます。聖霊で満たしてくださり、あなたが聖霊十万、また御言葉十万、愛十万、あなたの愛の中で今週も歩めますように、熱中症や暑いこの一週間の歩みの中から私たちを守って祝福してくださいますように、天のお父様、お願いいたします。あなたの力が今注がれています。主の祝福が、聖霊様が私たちを満たしてください。あなたが癒してくださる方です。あなたが癒し主です。癒し主です。イエス様、今触れてください。イエス様、今あなたが満たしてくださいますように。イエス様、今あなたが触れてください。あなたが満たしてくださるように。聖霊様、今望んでください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 ますようにお願いいたします。
祝福してください。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。主の祝福が望むように、主の祝福が望むように、聖霊で満たしてください。喜びで溢れさせてください。喜びで溢れさせてください。喜びで溢れさせてくださいますよ。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。主の力が望みます。主の力が望みます。主の御霊が望みます。主の御霊が望みます。私たちを通して福音を宣言させ、目の見えないものを開かせ、また病気のものを、またあらゆる問題を解決し、主の恵みの年を告げ知らせる私たちの使命を与えています。お一人お一人の弟子となり、兵士となり、あなたに用いられるお一人お一人として、この一週間戦いに勝利できますよ。出会い、また人間関係、福音で受け止め、福音で解決し、福音で勝利していくことができるように。神様、この一週間の人間関係、またあらゆることに対して福音の力で、神様、私たちに勝利を、解決を与えてくださること、伝道の道を開いてくださいますよ。イエス様を伝えることができ、証ができるように、天のお父様、特別に聖霊の力で満たし、知恵と聖霊で満たし、お持ちくださいますように。イエス様、ありがとうございます。問題が解決し、癒され、またあなたの喜びで溢れたことを心から感謝し、イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アメン。I love you, I love you, I love you.Thank you.
Thank you.
そのメディアで一緒に礼拝された方々と共に今のうちも喜びなくあらんことをアメン。愛する神様に感謝しましょうって栄光を返したいと思います。ハレルヤ。どうもありがとうございました。これで礼拝